ここまで鈴木議員はヤマリン疑惑を完全否定してきました。そしてこの後胸をハウスなどその他の疑惑についても必死に反論を続けます。しかし話が支援者に対する思いに及びますと感情を高ぶらせる場面もありました。ここまで鈴木議員はヤマリン疑惑を完全否定してきました。そしてこの後胸をハウスなどその他の疑惑についても必死に反論を続けます。しかし話が支援者に対する思いに及びますと感情を高ぶらせる場面もありました。しました。東京地検は先ほど鈴木宗男議員を逮捕しました。ヤマリングループさんもですね、私がバッジをつける前からの後援会の人であってですね、しかも私からお金をくださいだとか政治金融をお願いしますと言ったことはありません。ヤマリングループさんもですね、私がバッジをつける前からの後援会の人であってですね、しかも私からお金をくださいだとか政治金融をお願いしますと言ったことはありません。私は今公人からですね、辞書を持ってきましたので、ね、脱法というのは実際は法が禁止していることを罰すと、こう書いてあります。私は法律は犯しておりませんしですね、正直者は馬鹿を見るような話だってはいけないと思います。私は正直に申告しているからですね、
胸をハウス。